西勇輝、異例の行動。阪神、西勇輝投手が登板中に異例の給水タイムを要求した。4回ノーアウト2塁で福永勇輝内野手に17球も粘られた末にセカンドゴロ。ここで自ら自軍の三塁側ベンチに歩み寄り、トレーナーがペットボトルを持って駆け寄った。三塁線付近で水分補給を行い、スタスタとマウンドに戻った。この間、内野手も無人のマウンド付近に集まっていた。涼しいドーム球場では珍しい光景だった。佐藤にチャンスが回ると絶望感が球場からも感じる。今の中田ではこんなに粘ることはないな。阪神もしょぼいわ、優勝して完全に浮かれてたな。福永とか田中に打たれすぎ、阪神だけやろ。ええ加減スコアラー雇え。今日は小畑くん足引っ張ってるな。ベンチで水分取りすぎだから、マウンドで喉が渇く。マジ板山原だつ。阪神時代の年俸やら、全部返上しろよ。普通は投手がゴン負けするよね。しかし通通でずっと言って、フルカウントにならないのが、西のすごいところだな。今年の西はいいね。今日は気合入ってる。再三のピンチをしのいでいる。頑張れ。涼しいと言っても、選手は、動いてます。日光がないだけで、選手は、暑いと思います。次の細川に対する、わざとぽい支給表情変えず我慢、細川は切れてもよかった。阪神にはこれだけ粘れる、選手が一人もいない。さすが頭の良い西投手。魔の取り方がうまいわ。今の時代どの競技も、水分補給は必要。